はい、本日の娘んチューブですが、なんとビッグなゲストをお呼びしております。早速ご紹介しましょう。ゲーム実況でおなじみの最終兵器俺たちからキヨに遊びに来てもらいました。拍手ぐらいしていいでしょ、絶対これ。絶対拍手していいよそれ。なんなの、俺何すればいいの、まず何しに来てるの。なんかね、今回はミニゲームをするっていう企画なの。唐突だわ。そう、どうすんの、これ俺らにやってくの。そう、俺らにやんの。そうなんだよ、誰もいらないの。もう仕方ないな、仕方ないな、もう、待ってましたと今ばかりに出てきちゃったけどね。そうなんです、今回私が MC をさせていただきますので、どうぞ2人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんね。いいの、全然、こちらこそごめんね。本当これね、見てる人に言いたいんだけどね。俺がね、台本に文句つけてね、MC をつけろって言ったの。そうなんだよ ね、突然さっき数分前に、このコーナーに MC がつくことになりまして、そうなんだよね、僕が急遽 MC をすることになりました。皆さんどうぞよろしくお願いします。負けた方にはこれも突如なんだけどね、罰ゲームがあるみたいなんで、罰ゲームあんの。はい、あります。それでは、はい、早速最初のゲームに行っちゃおうかな。はい、何やんの、何やんの。気になるでしょう。気になる、気になるでしょう。俺が何を持ってるか、すごいフラグがビンビン立ってるんだけど、まさにそれです。まさにこれ。パターゴルフ対決。イエーイ、パターゴルフしていただきたいと思います。はい。それでは早速、ステージを変えましょうか。オッケー。それでは、行ってみよう。ジャンプするの？ほっ。あ、もう、今絶対さ、それ分かってると思ったわ。そうだよね。はい。フィールドも変わりまして。全く変わってないからね。変わってないよね。言っちゃえば一歩もずれてないよ。うん、そうだね、俺がただここに頭をぶつけただけっていう、だけの、はい、で、ルールを説明します、今から2人に。はいはい、簡単です。簡単、はい、それを使って、ボールをあそこに入れてください。あそこに入れればいいんだ。はい、そこなんだ。だけどね、ここ、ほら、普通の床じゃないでしょ、ちょっと絨毯っぽくなってんのね、これ。まあ、絨毯なんだけどさ、カーブがかかったり、ちょっと、ここがちょっと盛り上がってるせいで、はいはいはい、まっすぐ行っても行かないわけ。ああ、なるほどね。はい、なので2人にはちょっとそれを見て打てってことだね。そう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 、了解了解。じゃあ順番決めようか。オッケー、分かった。じゃんけんする、じゃんけんして、じゃんけん、じゃんけん、ほら、はい、後出しで負けてる。後出しで負けたんで、まあ青くからってことで。オッケー、じゃあ俺が先行ね。はい、結構難しいからね。じゃあここ、これはこのさ、グレーの、このグレーゾーン、グレーゾーンにしちゃう、うん、の方が分かりやすいかも。いいの、キョウちゃん、ここで。全然いいよ。結構やられちゃうよ、若い子って吸収力早いから。オッケー。え、こういう感じ。そうそうそう、吸収力、そっか、若い子吸収力いいのか。そう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 、吸収力悪い若い子だから、これ大丈夫。なんか下手そう、単純に構えが下手そう。え、本当にお前それで打つの。え、だってさ、これで右手上じゃない。と、右手、え、右手上だって今。嘘、それ左手上じゃん。右手上じゃん。え。違う違う、左手上だって。違う、こういうこと。そうだって、そうそうそう、こういうこと。そうそう、なるほどね。絶対下手だこいつ、勝ったわ。いいよ、いくよ、いいよ。じゃあ緊張の第一球、はい、葵さん、いいよ。あー、もうね、もうすごいわ、すごいわ、もうほら、青くん、想像より難しいでしょ、これ、うん、決めるよ、うん。これあんまりね、幅いらないんだよ。あ、そうなの、うん、肩幅ぐらいでいいんだよ。で、足が、そうそうそう、右手持って、うん、で、ここをこう振っちゃダメなの。ここで止めるの、ちょんぐらい。そうそうそう、で、さっき止めたのが言ってた。もう、キヨちゃんはね、もともとゴルフやってたから、ね、うん、そうなんだよね、俺3年ゴルフやってるから。そう、あ、でも俺の方が上手いでしょ。この微妙な、まあ、カメラ当たったから、まあ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 、俺の方が上手いよね、絶対。葵くんとキヨちゃんどっちが上手いかって言われたら、あ、俺の方が上手い。今ちょっとキヨちゃんちょっと上手かったよね。上手い、待て、上手い人が連続でやる制度にしよう、今から。待て、そうなってくるとさ、そうなってくるとさ、そうなってくるとすぐ場を荒らしてくる。あー、もうフォルムが、フォルムがやばい、フォルムがやばいもん。何それ、スキージャンプ、スキージャンプのフォルムだもん。フォルムがやべえから、いいよ、これきっと入るかな。絶対左の方に行っちゃう、これ、うん、一つだし。待って、終わり、ビチョウでは勝てるよ、バタバタバタって。ちょっとここで映像審査を入れてみようか。カメラマンさん、今のはどうですか。打ちました。はい、絶対打っ
ってないし、逆に今打たなかったらね、謎の権力だもん。だって打ったっていうかさ、そもそも当たったじゃん。当たったでしょ。当たったよ。でも俺が見た昔のプロゴルファーそうやってやっちゃって1打加算されたから。じゃあ次キヨちゃん行ってみようか。3年ゴルフやってっから俺。キヨちゃん打った打ったじゃん。ちょっと今のはちょっと違う。今のは打ったじゃないでしょ。違う、場所調整だ。今のは打ってないよね。ほらじゃあ早速、キヨちゃん、さっき右に行っちゃったから、ちょっと左目に行くわ。そうだね。お、来た。え、おかしいだろ、これ。ちょっと待って結果しろだろ。そんなことないよ。さっきだっておかしいでしょ。おかしい。今の軌道がおかしいよ。軌道がおかしくないよ、全然。なんでまっすぐ行ったのに、ここでこうなる。入ってんのに、外れた。そうだよね、入って出たみたいな。これは今のも審査にしよう。時間切れです。あ、え、あの、俺らね、勝ち負けで決めると思ってたよ。うん、でもね、でも待って、ミニゲームってね、実はこれだけじゃないの。あ、そうなの。そうだったら他のミニゲーム短くしてこれやりたいんだ。お願いやらせて。あ、分かった。他のもやらせて。え、今のは勝敗つかず。今のは勝敗つかず。つけようよ。だってさ、あ、待って、あ、じゃ最後に打った1打ずつで決めよう。あ、分かった、じゃあ最後ね。さっきのでいい、さっきのさっきのでいい、さっきの、今俺さで、青いあれだったね。そうなると、キヨちゃんってさ、一人勝ちになっちゃうってさ、おいくんがちょっとこれ、不利になっちゃうから。そうだよ。大丈夫、これから二人にはね、まだまだ勝敗つきそうなもの出てくるから、ミニゲームで。はい、はい、わかりました。じゃあ二人とも、引き分けってことだね。じゃあここは両者引き分けってことで。お前らの負けだ。なんでだよ、なんで俺たちの負けなんだよ。お前らの負けだ。じゃあここでもう、じゃあ時間も時間なので、はい、早速次のミニゲームに行きたいと思います、はい、次のミニゲームこそフィールドチェンジしたいと思います、はい、いきますよ、はい、せーの。あ、ちょ、ごめん。